静岡に来たのだよイエーイ。さあ、全日本アイドル選手権始まりますよ、はい、もうすぐです、本番、はい、まあ、ドキドキだねドキドキだね、いや、初静岡ですけど、はい、みんな意気込みどうですか。まあ、こんな大きいステージでやるのもまたね、しかも3人だし、3人で大きいステージに立つっていうのは初めてのことで緊張してます。頑張ります。頑張ります、はい。そうですね、姉さんも言ってたんですけど、ステージが広いので大きく手を伸ばしたりとか頑張っていきたいと思います。ドキドキです。頑張ります。はい、静岡初ということで、チャーマンズ知らない人の方がもちろんいっぱいいると思うので、少しでも多くの人にチャーマンズの良さを知ってもらえるように頑張ります。そしてね、他のアイドルさんいっぱいいるんで、お友達になれるように。そうですね頑張ります。行ってくるよ。バイバイ。Thank you.
岩手来てほしい。来て。いやしかし遠かった。だよね、その6時起き。6時起きじゃない、6時に出発。5時起きです、5時起き。6時に出発して車でやってきました。はい、ヤコラト、ヤコラト、まあ寝てたのであっという間でした。そうですね。あ、はい、もう着いたのみたいな。そう、はい、まずは、そうですね、まずは自己紹介しましょう。はい、はい、じゃあそっちから。はい、チャーマーズの中でも一番のっぽなミクことヨヤミクです。よろしくお願いします。ミクです。はい、チャーマーズのメンバーの中で一番最年長で一番ユリコです。よろしくお願いします。おばさん、はい、岩手のご当地ヒーロードラマのヒロインやっています、チャンマンズのリーダー、マーミンこと田村真美です。よろしくお願いします。マーミン、ありがとうございます。いや、私たちチャンマンズはですね、岩手美少女図鑑を卒業したモデルで結成されたグループになっています。はい、はい、本当はね、4人なんですけど、はい、今日チャーマンズのゆるキャラ、悲しいこと、菅野かながちょっと学校の方で、はい、お休みということで、はい、今日は3人で頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。悲しいのでも頑張るぞ。はい、はい、1曲目はですね、大好き大好きという曲で、はい、私たちが歌詞を考えました。お、すごい、自分で言うか。恋する女の子の気持ちをテーマにした曲になっています。はい、それでは次行きましょう。はい、次は、はい、次はマイヒーローです。はい、ですね、白馬の王子様に迎えに来てほしいよという曲になっています。そして2曲続けて歌うんですけど、はい、マイヒーローの次は愛しのエイリアンです。はい、私たちがエイリアンになって皆さんに会いに来たよという面白い曲になっています。どちらもね、振り付けが面白いので、皆さんぜひ一緒にやってください。真似してください。はい、それでは2曲続けて聴いてください。
今年で24歳になります。はい、頑張ります。皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。こんなんでいいのか。私たちこういつも MC がグダグダって有名でして、絶対に MC で何話すかを決めないんですよ。そうなんです。そうなんです。この人のノリで決まるんです。はい、そうだよね。今日別に何話すも言わないしね。今ねまさか年齢を言わされると思ったから。そうそうそう、びっくりした。大概が無茶振りで進行しております。はい、面白いでしょ。面白いでしょ。そんな私たち、はい、次で最後の曲です。まあ、なんかこう言わされてるかも。そうなんで、ね、最後の曲なんです。楽しいね。うん、いや静岡好き、うん、ね、ノリがいいです。本当に優しいです。ね、うん、すごいやってて、すごく本当に私たち楽しいです。ありがとうございます。次で最後なんですけども、最後の曲は私たちのデビュー曲、冬のワンサイドラブです。皆さん冬のワンサイドラブ知ってますか？ありがとうございます。あ、私たちもすごくすごく大好きな曲です。はいはい、歌詞も自分たちで考えて、ね、いろいろ思いの詰まった曲なので、最後にこの曲で皆さんとお別れしたいと思います。それでは最後の曲、冬のワンサイドラブ聴いてください。Thank you.
ミスをしたかもめない気づいてましたか石井さん今日はね、はい、でもなんかね、すごいなんか、ね、はい、いいじゃないですか、すごい。さあ、そして、まあ、ご存知の通り、ハゲヅラか、ツインテールか、そうです、選べていただきます。はい、まあ、3人なので、もう3人ともやっちゃいましょう。はい、全員でいきます。ただ、準備していってください。もう好きなのをやってくださいそうですか、はい、そうです、そうです。はい、どうぞ、お願いしますはい、はい、さあ、今日ね、チャーマンズ今までからね、お越しいただいてるんですけども、2011年に被災地支援ユニットとして結成されたグループなんです。はい、あの結成当時は美大生、国立大生、県立大生ほか優秀な学生たちによるメンバーで構成されているグループが、はい、チャーマンズ委員長たちというね、名前がついたそうです。最初の共同体だ。そうですよね。今は第2世代として活動ということなので、じゃあ、その時はちょっと違う。はい、じゃあ、全員3人とも高卒ですかね。いやいや、それがちょっと急に変わりで、そうですよ、そうですよ、名前はね。あとで聞いてください。怖い顔しました。本当に選ばれましたか。被災地支援ユニットということなので、はいはい、被災地に AED 普及のため、ファーストマキシアルバムの売り上げの一部を提供したりだとか、はい、あと、ボランティアでライブ活動を実施しているということです。現在は同世代の女子の気持ち楽しく表現することで岩手の人々に元気になってもらえればということで活動しています。いや、今日のこのイベント通して僕が思うのは、本当日本全国いますね、アイドルの方々ってね。それぞれやっぱりね、なんか個性が違って、ね、そうなんですよ、色がついて、ね、面白いです。あ、来ましたか。あ、ツインテールできましたよ。ツインテールです。じゃあ、お三方前を向いてください。どうぞ。あらー、あ、なに、ハゲは逃げちゃった、ハゲズラが逃げましたね。ハゲ、ハゲ、二人とも喋ってよく分かんないですね。ツインテール、逆にね、逆に若作りしたよっていう。なるほど。そうです、20代超えって言ってました。そうですよね、26歳ちなみに、いや、違いませんでした。さっき聞いてた学歴、最終学歴。はい、はい、今はまだ大学生です。おー、大学生、いい大学です。おー、いい大学です。あー、高校やさぐれちゃってんじゃん。大学生です。長くさん、長くさん、ね、ありがとうございます。チャーマンズの皆さんでした。はい、ありがとうございます。対決バトルは綱引きバトル。さあ、準備はいいですか。完全に自分たちのコーナーにメンバーが固まった時点で勝利です。なるほど、なるほど。応援せよ、応援せよ。でもギリギリまで引っ張っちゃったから、行きましょう。はい、さあ、準備いいですか。いいですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ行きましょうか。脱いで抜けてしまってますから。さあ、最後一人ずつインタビューをいただきます。
じゃあ一人ずつどうでした？やっぱ年が若いのでその若い力で。まあ私たちは大人なんで大人の対応として負けてあげました。握手で。最後このまんまだと家庭で喧嘩になっちゃうしね。握手してください。よかった。以上第4回リングバトルステージ N0 vs ジャーマンズ。綱引きバトルは N0 でした。またね、いつか静岡に広めに頑張ろうと思います。今日はありがとうございました。